皆さんこんにちは、根本です。このビデオをご覧いただいている方は肩こりでお悩みの方も多いと思いますので、今日はすぐにできる肩こりの調整法を皆さんと一緒にやっていきたいと思います。こういったですね、椅子を、用意していただいて、手をしっかりですね、支えた状態でお尻をですね、このようにちょっとずらしてください。そして肘が後ろに行くようにですね、ちょっと足も筋力がない方は使いながら、10回ぐらいですね、腕立て伏せのように動かしていきます。肘を曲げて、そこから伸ばす。肘を曲げて伸ばす。だん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 この角度をですね、深くしていってください。そしてある程度のところまで行ったら左に体重を乗せます。そして右に体重を乗せます。左に乗せたり右に乗せると、この時に肩甲骨がですね、内側にしまい込まれるように内転してストレッチされるのがわかると思います。そしてもう一度前にこうずらしたりですね、後ろにずらしたり、こういったことをやっていくと肩甲骨の動きが徐々に良くなっていきます。そして終わってからですね、少しちょっと疲労感もあると思いますけど、だん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 時間が経ってくるとですね、肩の周りの血流も良くなりますし、胸の方もこうストレッチされたり、肩甲骨がですね、こうしまい込まれるような内転といって、肩こりのですね、肩が非常に多い、こういう猫背の状態より反対のですね、動きがこう良くなるので、この辺がスッキリする感じがわかると思います。肩こりのですね、肩すぐにできるストレッチをよく質問されるので、今回はこういった椅子を使ったストレッチをご紹介いたしました。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。